ユーナ、起きなよ。ユーナさん、起きてください。昨日は遅かったのかい？ええ、遅くまでレシピ本を読んでいたみたいですね。大人寝ぼけっぷりだな。誰のためのレシピなのかが気になりますけど。ミュゼにアッシュも、あれ、どうしてアッシュが？まったく、さすがにたるんでいますわよ。そろそろ本領だ。気を引き締めるといい。ここに。やれやれ、大丈夫かい？あ、セドリック皇太子、どうしてあなたが？どうしてって、これは本格的みたいだな。クラスメートだからに決まっているじゃないか。忘れたのかい？本校と分校が統合されてクラス再編が行われたの。殿下やエイダさんたちは私たちの7組に編入。もう2週間前になりますね。新参者のくせに揃いも揃ってでかい面だがな。アッシュさん、私たちはともかく殿下に失礼でしょう。カリキュラムの進行もちょうど同じくらいでしたし、編入にあたっての混乱はほとんどなかったとは言えるな。お、そっか、そうだったっけ。あやだな、悪い夢でも見てたみたいな。はあ、眠いな。皆さんおはようございます。誰だっけ。7組全員揃ってるな。今日のカリキュラムを発表するぞ。ごめんなさいね、まだ担任が決まっていなくて。私たちでなんとかフォローしますから、どうか頑張ってください。ええ、メアリー教官、マカロフ教官もどうかよろしくお願いします。おう、それじゃあまずは情報処理の応用1だが。そっか、そうだよね、しばらく担任はいないんだっけ。っていけない、私もちゃんとしないと。それは心地よく、そして充実した日々だった。成績優秀な仲間たちに囲まれてついていくのがやっとだったけど、お互いに切磋琢磨しながら高め合い、共に過ごしていく学院生活。
ちろん授業だけじゃない。部活だってプライベートだって全力で楽しんで精一杯やっていく。何かが足りない気がするのは、私たちを導いてくれた声。落ち着いているけど、どこか放っておけなくて。押し付けがましいところもあるけど、ちゃんと見守っていてくれて。そう年も離れていないのに、私たちよりも遥か先に行って、あれは誰だったんだろう。さばきですね。Thank you.
東方の掛け軸、それに臨機応変。ああ、そうみたいだな。もしかしてクルト君も今の？ああ、同じ夢を同時に見ていたとしか思えないな。それとアルティナも。思い出しました。私はあの暗い聖杯に運ばれて、教官やみんなを守ろうとして、それでミリアムさんが。それでは始めるとしよう、ディーン。世界を絶望で染め上げる暗き終末のおとぎ話を。オズボーン宰相が最後に教官に語りかけて、あれからどうなったんだ。皆さん、目を覚ましたんですね。ふう、一安心だぜ。わらわもおるぞ。ローゼリアさん、一体どうして？それにここはどこなんですか？ま、さすがに驚くわな。安心してください。ここは祖母のアトリエです。私の実家でもあるんですけど。実家って？目を覚ましたって？うん、そうみたい。あ、皆さん、よかった、目を覚ましたか。どうなるかと思ったけど。ああ、不幸中の幸いだろう。大丈夫って大丈夫なわけないわよね。無理もあるまい、あんなことがあったのだ。加えて2週間の昏睡だ。体力も落ちているだろう。2週間。とにかくまずは食事。スープだけでもいいから口に入れときなさい。俺もまだ混乱してるが、話はそれからだ。ええ、すぐに用意しますね。一体何がどうなってるんですか？それに実家にアトリエってテントじゃないってこと？
とりあえず長として挨拶をしておくか。ようこそ暗黒の森の狭間にあるヘクセンブリードが本拠地隠れ里エリンへ。聖杯がほどけるか。通常空間への回帰、歪みが発生するわ。エナ！ええ、分かってる。外への転移陣か。ええ、一旦祖母の元へ飛ばします。他の方々もお任せください。分かった、頼む。気をつけるがよい。脱出用のテイングだそうです。念のため持たせてくださったんですが、役に立ってしまいましたね。あなたはユーナさん、クルトさん、アルティナさんも残念ですがここでお別れです。君は黄昏は始まり、全ての盤面を動かす必要が出てきました。皆さんと過ごせたこの数ヶ月は私にとっても宝物です。どうか健やかに。アッシュさんのことはお任せを。ミューゼ、待ちなさいよ。ユーナ、ダメだ。空間が持ちません。
こちらも転移します。戻ったか。ならば精霊の道を。おい、大丈夫なのか。ランディさん、ダメじゃ、間に合わぬ。他の方々は箱で逃がします。どうかお気をつけて。